12月末に閉園する北九州市八幡東区のテーマパークスペースワールドは23日までにそののシンボルであるスペースシャトル模型を10億円で譲渡すると発表した最終営業日の12月31日に開くイベントの資金集めの一環で広く譲渡先を募っている担当者は多くの支援で最後を盛り上げたいと期待を込める 模型は高さ約60メートルでディスカパリー号の実物大。建設にかかった費用は不明だという。1990年の開園当初から展示されてきた。インターネットを使ったクラウドファンディングを用い、支援金の目標金額を1500万円と設定している。その目玉として10億円の支援に対する特典でスペースシャトル模型を用意した。移設費用は含まれていない。 閉園日には、スペースシャトルを背景に、花火や音楽演出で楽しませるイベントを計画している。2007年まで上演し観客から好評を得ていた。支援金への特典としては、1万2千円でイベントの鑑賞券、3万円で17年12月の1ヶ月間入園料がかからず、アトラクションも乗り放題となるフリーパスなどが用意されている。 クラウドファンディングの受付は11月5日までで、運営会社のホームページ https://camp-fire.jp から申し込める。